Asustelung iso mata, kōgen no telephone box, 電話をかける君と、偶然ばったりで会ったよ。はっとして、ぐっときて、パッと目覚める恋だから、ふっとした瞬間の君は天使さ。君と出会うスイートシチュエーション、きらめく光源で、僕は今爽やかな君だけのプリンスになると決めたのさ。グレーのテニスコート思わず触れた君の手に、ラケット持つって止まり、その頬真っ赤に染まったよ。はっとして、さっとしき、パッと恥じらうその瞳、ふっとした瞬間の君は天使さ。君と触れたスイートシチュエーション、きらめく光源で、僕は今君だけに心から優しくなれると知ったのさ。はっとして、ぐっと来て、パッと目覚めた恋だから、ふっとした瞬間の君は天使さ。君と弾むスイートシチュエーション、きらめく光源で、僕は今君を乗せ、二人だけの世界へと羽ばたくよ。次、これはハッとしてくっと、じゃあ次、このままいっちゃおうか、哀愁デート。久々、田原さんね。哀愁デートデビュー曲だね。懐かしいね。赤いバラ投げ捨て、それで終わりにしようぜ。はしゃぎすぎた後、開きちまうし、遊びみたいに抱き合って、死ねるならいいね。その死だけの恋ならば、優しさもない方がましさ。I say bye bye, I should day. 鮮やかなバイバイ、I should day. 笑顔見せてよ、バイバイ、I should day.すぎた罪なやつ。誰かに誘われ、君が乗り込むよろじり。愛してるなんて疲れちまう。左であばよとドアに描き、思いっきり殴る。その死だけのベッセンセーション、心まで奪われたのさ。I say bye bye, I should day. 鮮やかにバイバイ、I should day. 恋を演じるバイバイ、I should day.冷めすぎた罪なやつ。バイバイアシューで駆け抜けた、バイバイアシューで赤い稲妻、バイバイアシューでもう二度と、バイバイアシューで駆け抜けた、バイバイアシューで赤い稲妻、バイバイアシューでもう二度と。はい、田原さんのアシューででした、ね。いや、今日もね、YouTube でライブ配信したいと思いますね。うちの職場、仕事もさるかな、ね。そして30、31から1日か2日まで奥多摩行こうと思ってます。29日はいろいろね、洗濯とかやってね、いろいろね。多分29日にも作ると思うんで、29日あたり。それに受けそうな時期ないんでね、29日確か。だから、それで。どうしてもね、普段服着てねえからね、練習の最初行く時にして、そんな感じで、今日も YouTube でライブ配信。なあ、もう、ほんと今年も終わっちゃうね。あっという間だな。もう2月ね。早い。ほんと、当たり前だけど、ほんと早い。前ね、前ね。早く感じるね。やっぱ今年なんだろうね。もう、大人ブルーだろうな、一曲ね。僕だけど、今年は一曲、大人ブルーだと思う。ハリセンボンの、あの子言ってるよね。はるかちゃんだっけね。言ってるよね、あの子ね。堀内玉城ちゃんとかあの系統だよね、あの子で、ね、ボーカルの子ね、あの女の子。名前忘れたけどね、あの子ね、ボーカルの女の子ね、一番背の高い子ね、あの子、堀内玉城ちゃんとかさ、箕輪はるかちゃん系統だと僕は思うよ。2023年12月の27日木曜日。水曜日だね、水曜だから今日は、まだ東京ださんか。早い。時間が経つの早いな、本当な。まあ、いいことだよな。
入院してたらこんなんじゃないもんな。辛いだもんな。健康な証拠だよね。早いのはな。じゃあ、今日も YouTube でライブ配信して、その確認しましょうかな。いつものようにさりげなくね。忘れてしまいたいことが今の私には多すぎる。私の記憶の中には笑い顔は遠い昔。いつの日にかあなたがくれた野の花がノートにありました。そして私は今日になり夢の中へ飛んでゆくわ。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。愛し合った日々のことは最後にしたいけど、あなたを憎む勇気さえ教えてくれなかったわ。素直な気持ちをあなたに伝える術を知っていたなら、今は静かに心を閉じて夢の中へ飛んでゆくわ。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。素直な気持ちをあなたに伝える術を知っていたなら、今は静かに心を閉じて夢の中へ飛んでゆくわ。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。素直な気持ちをあなたに伝える術を知っていたなら、今は静かに心を閉じて夢の中へ飛んでゆくわ。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。飛んで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 回って回って回って回る。はい、今夜もそばに歌いましたね。本当この飛んでの繰り返しめんどくさいけどね。たまには歌ってみましたね。2023年12月27日は、まどかさんの無双まで歌いました。2002ね。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。じゃあ次これいこうか。この形も迫らないいこうか。I can't stop the loneliness
こらえきれず悲しみが止まらない。I can't stop the loneliness。 どうしてなの、悲しみが止まらない。あなたに彼女を会わせたこと、私今も悔やんでいる。二人はシンパシー感じてた。昼下がりのカフェテラス。あの市電話が不意になったの。あの人と別れてと、彼女から I can't stop the loneliness。 どうしてなの、悲しみが止まらない。誤解だよってあなたは笑う。だけどキスは嘘の匂い。抱きしめられて気づいたの、愛がここにないことを。恋は小さな嵐みたいに、友達も恋人も奪って。 I can't stop the loneliness。彼を返して悲しみが止まらない。 I can't stop the loneliness。 誰か助けて、悲しみが止まらない。 I can't stop the loneliness。 こらえきれず悲しみが止まらない。 I can't stop The loneliness。 どうしてなの、悲しみが止まらない。はい、コウジさんこんばんはね。サルさんどうも。今日は、今夜ね、煮物に煮込んだやつね。ヘイさんこんばんはね。超早くじゃなかったね。今、今度これ行こうか。これ行こうか。モンタナとブラザーズの大事にコロナやってみようか。こんばんは。甘い時弾む心、息あのきらめきに揺れるキャンドルが潤む瞳の中で無邪気に踊ってみせる。ダッシングオールナイト、言葉にすれば。ダッシングオールナイト、そぎ染まる。ダッシングオールナイト、このままずっと。ダッシングオールナイト、瞳を閉じて。独り言、吐息一つ、それだけで崩れてしまう。危なげな恋と知らず、ぬくもりを手探りしてた。ダッシングオールナイト、言葉にすれば、ダッシングオールナイト、嘘に染まる。ダッシングオールナイト、このままずっと。ダッシングオールナイト、瞳を閉じて。この店で最後の夜を、どちらからともなくそう決めて、思い出をなぞるように踊る。初めて会った夜のように。ダッシングオールナイト、言葉にすれば。ダッシングオールナイト、嘘に染まる。ダッシングオールナイト、このままずっと。ダッシングオールナイト、瞳を閉じて。ダッシングオールナイト、言葉にすれば。ダッシングオールナイト、嘘に染まる。ダッシングオールナイト、このままずっと。ダッシングオールナイト、瞳を閉じて。はい、どうも。コロさん、どうも、こんばんは。そうじゃないよ。沙織さんが嘘ばっかり書いてんだよね。そうじゃないよ。今だったらダンシングオールナイトで。配信ぐらいどうかな。じゃあ今度これ行こうか。
関白宣言をね、これ懐かしい。これと同じ頃だよね。関白宣言と大進行ぐらいだよね。お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ。いつも綺麗でいろ。できる範囲で構わないから忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないってこと。お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出しせず黙って俺について来い。お前の親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ。習得を言うと賢くこなせ、たやすいはずだ。愛すればいい。人の陰口言うな聞くな。それからつまらぬ嫉妬はするな。俺は浮気はしない。多分しないと思う。しないんじゃないかな。まあちょっと覚悟しておけ。幸せは二人で育てるもので、どちらかが苦労して作るものではないはず。お前は俺のところへ家を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思え。これから俺がお前の家。子供が育って年を取ったら、俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい。俺より早く行ってはいけない。何もいらない。俺の手を握り、涙のしずく二つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから、必ず言うから、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前しとり、忘れてくれるな。俺の愛する女は、愛する女は生涯お前ただ一人。別にストレスはないよね。テレさん、こんばんは。すいません、ほら、それが嘘なんだよ。サボさん、それ。じゃあ嘘じゃないですよ。うん、その通りよ。これは嘘じゃん。もう一人でもなんかしてませんよ。うん。何書いてんだこいつね。嘘ばっか。サボさん、今の書き込み嘘ですから。うん。ね、場所がないね。うん。今度これ行こうか。同居しなすネット。あ、どうもね。哲也さん、こんばんはね。笑ってよ、君のために。笑ってよ、僕のために。僕たちは小さな船に。悲しみという荷物。そうですよ、その通りよ。出てこないや。ダメだ、漢方宣言が引っ張られてな。アカペラ、出てこない。あ、出てきた分になった。まあいいや。今度これ行こうか。わかんない、ごめんなさい。精霊なしわかりません。ごめんなさいね。じゃあ今度これ。なるみちゃんのやつね。風の谷の直しがいく。金色の花びら、キラして。振り向けばまばゆい草原。雲間から光がさせば。体ごと宙に浮かぶの、優しさは見えない翼ね。遠くからあなたが呼んでる。愛し合う人は誰でも飛び方を知ってるものよ。風の谷のナウシカ、髪を軽くなびかせ。風の谷のナウシカ、眠る森を飛び越え、青空から舞い降りたら、優しく捕まえて、花焼きや
小鳥の言葉をあなたにも教えてあげたい。なぜ人は傷つけ合うの？幸せに小石を投げて。風の谷のナウシカ、白い霧が晴れたら。風の谷のナウシカ、手と手固く握って、抱きつけて飛び立つのよ。遥かな騎兵戦。風の谷のナウシカ、眠る森を飛び越え、青空から舞い降りたら、優しく抱きしめて。はい、どうもこんばんはね。ゆうたさんこんばんはね。どうも。かわいいよね、若い子はね。じゃあ、この歌はこの辺で、この辺でね、今夜の一杯行こうか。帰ってませんよ。何帰ってんの、この人。そんなことないでしょ。嘘ばっかりや、そんな。そんなことないでしょ。何書いた。それこそ、久保さんの今のコメントこそよね。そんなことないよ。動揺してないでしょ。動揺、なこの、バカみたいな動揺してるって書いてんね。まあ、しょうがないね。これね。何度動揺、ストレスと一緒だよ。何度動揺とかストレスがわけわかんない言葉書いてね。ストレスと一緒だよね。久保さんが書いてんのはね。適当な言葉書いてね。しょうがないね。今日の一杯行こうかな。麦とホップの黒いやつで行こうかな。麦とホップの黒だ。動揺なんかしてないよ。ただ、沙織さんが動揺なんて言葉使ってるだけよ。じゃあ、これね、麦とホップ。じゃあ、乾杯。もう27日か、早いよね。早い、ほんと早い、もう27だ。今日のつまみ持ってこうか。今日も煮物だ。今日練り物来たやつ。今日練り物。ちくわぶとつみれね。ちくわね。ちくわぶとつみれだ。あと鶏肉か。だからでもね。
今日はね、麦とホップで煮物ね。お客さん、でもね、焼酎ね、焼酎飲んだことあるけど、あんま飲まないね。あんま見ない、うん。スクワブだ、久しぶりだ。スクワブが甘いのよ。うん。あったの、新宿の。あ、大阪だよね。もう何年か前あったよね。うん、何年か前ね。年末にね。大阪のね。うん。これひどいですか？うん。7時ぐらいかな。早かった、去年。うまい。いつも通りよ、いつも通り。いつも通り今テレビは気になるな、来るか。なんて言ってもそんないつもそれより早く行ってるからね。うん、指定の定義もあるけどね。だいたいそれよりは早めに行ってますんでね。そうだよ。うん、朝は何時だろうね。うん、朝は5時か6時じゃないか。その辺の時間。あれがないですよ、残念。残念じゃない、そういうのね。なんで楽しい、エピさん、でもなんで、だから生きてるだけ楽しい、前にも、いつも言ってるけどさ、生きてるだけ楽しいからね、別に。なんでじゃないよ。生きることが楽しいんだよ。うん。ブラックって言い出した日じゃないよね、そんな。みんなどこもそうだよ。いたりよったりよ。うん、鶏肉、いつものように鶏肉。そうよ、うん。まあ。焼酎ね、さすがにな。今度はね、うん。あ、焼酎はあれ。いつものあの、酎ハイ用のカップのもあるかな。うん。ね、あれは、あれぐらいかな、最近置いてあるのはね。その当時、うん、そう。それは知らない人、ね。うん、5時は起きる時間だ、それ起きる時間だから行く時間ないので、起きる時間にさっき言ったの、うん、起きるのはその時間ぐらいから大体朝を。
やってもないで、そういうこと。早い方がいいよ、早い方が。安いって言ってもさ、巻き返すの6時ぐらいになっちゃうからね。6時ぐらいになっちゃう。7時前もそう、たまにあるよ、そういうこともね。ウーバーか。出るんだから、それ以外に出るんだ、それ以外。仕事行く前に出るんだよ。どうかな。そんなことあんね。どうもね。やってねえよ、勤務中に動画アップなんかやってませんよ。報酬金なんでね、その、全部日にかなる、そんな、でかい会社じゃないから。全部、朝で夜帰る。そういう、交代制じゃないから、うちはね。そういうのないですよ。いいよ、尊敬ありがとうね。いいじゃん、ありがとう。尊敬どうもね。寝る前あるじゃん、だから、ほんと。だから、仕事行く前に出るんだよ。ありますよ。まあ、ほんと、スクラブうまい。ね、スクラブがね。まい、スクラブ、スチロー、みたいなやつ。うまいよ。スクラブ最高。最近しかも高いけどね、やっぱ値上げなんだろうけども。あんまスーパーでもさ、ちょっと前はさっとね、1本で80円、90円ぐらい、今最近見ないもんな、110円ぐらいだもんね、今ね。しかもだいぶ値上げしてるね、みんなね。ほんとみんな値上げしてるようでしょうがないよな。あとそうだ、豆腐もそうね、前にも言ったけどさ、今 350g ないもんね。で、300円が目になってる。一時あったもんね、ちょっと前はね。豆腐は量減らしてんだよね、あれね、パックの量。300g にね。あったよね、ちょっと前はさ、350g。今ないもんな。あれってそうなんです、豆腐はそう。みんなそうね、あれって。納豆とか豆腐はさ、量減らしてんだよな。そうよ。量減らして。ちくわぶは、このままちょっと値上げてね、10分ぐらいね。話はそらしてないよ。そうね、あれは、そう、相模原の方で、時ね、相模原ね。だから、これ、野球の時はさ、終わったんだからね、1時過ぎには出ますよ、1時ぐらい大体、1時過ぎ。4時、5時前か ?4 時か。だから、3時間ぐらい出るよ、3時間ぐらい大体。3時間ぐらい。あ、コウキさん、どうも。ですよ。3時間ぐらい出たから、1時から5時前だから、3時間ちょっと寝てる。だって待ち合う、野球から帰る場合はね、6時に起きてもね、あれバスがあるの、うまいようになれば寝る。なんとか間に、1時前に着くからね。それでもね、すごい楽だよ、寝ると。3時間寝るとね。もうすごい楽。すごい楽。嘘じゃないでしょ。仕事あります、嘘。嘘じゃないですよ。仕事する人ある。仕事するだって生活するんだよ。だからよくやってんじゃん、ネットとか見てるとさ、よく。堀江さんとかがさ。お金配るって、あれ、ほんと、配ればいいのやと思うよ。羨ましいよね。ほんとになればね。一人7万配るとかってね。できっこないと思うけどさ。ほんとね、そう思うよ、あれね。なかなかやんないよね、それね。なかなかね。
今配るのはさ、ちゃんとしたね、家庭ある人とかだもんな。一人暮らしの人間には関係ないもんな。そうし、今の政権もやってください。すごい、よほどね、そうだもんね。普通の人は、別に生活は困んないからね、僕は大丈夫よ。ここでいただいてるんで。どうもね、ルタさん。ベーシックインカムね、そう。どうなるかな、日本はね、なかなか難しいだろうな。サングラス、嘘じゃないのに、嘘と言ってんの。まあ、その程度はルタさんはその程度。嘘じゃないでしょ、ほんとそうよ。見抜いてないじゃん。それは自分、僕が、そう、僕が一番わかりますよ。見抜いてませんよ、ルタさん。投資はやってねえ、僕。投資はやってないの、ほとんど。まだやってないね。基本やんないです。やってる最初はないもん。入ってくるもんだから、生活できるから、僕。投資はやってません。そういえば自分が大した。そうよ。そう思うほどいいでしょうがないね。どう思われるんだ、それは見ての通りだからね。そんなもん、覚悟の上で動画、ライブ配信やってますんで。ライブからやってますんで、からよね。そうだけど、豊富じゃないです。2回しかないです。2回しか。2回しかないよ、ソープランドは。2回しか。でも2回はいい思い出なんだ、2回。文京区住んでたところから2回行ったことあるんだけど、よかったなと思って。実際そうだもん、ほんと。地下ライブからやってんだもん、実は。自慢っていうか、技術そのまま。最近嬉しいよな、YouTube があるから。でも、働けんだったら、それ7万もぐらい配っても、あったら働きたいですね。この日から別に夜勤いないからね。それいけるんだけど、でも、まあ、急に部屋あるからな。それはどうなのか。だったらね、サインしてあげるよ。可能だったらね。サインするには紙とペンとか必要だもんね。それがそういうのがあったら大丈夫よ。してあげるよ。嘘ついてないよ。あんたな。嘘だらけだよって、それが嘘じゃないか。嘘じゃないよ。お酒飲まなかった。年末年始お酒飲まなかった。年末年始飲まないってことはないな。飲まなかったことあるよ、本当。実際ありますよ。歩きじゃないからね。飲まなかったよ、マジです。それを、勝手そっち、それは、それは、勝手そっちのルーターさんが嘘って言ってるだけじゃん、そんなもん。それを証拠で見たのはしょうがないね。まあ、
別にそれを一緒にしちゃったのはさ、そのように見えちゃってもしょうがないね。実際飲んでもないからね、しょうがないね。そう見えちゃったもんはしょうがない。いろんな、ね、動画が飾ってると思うんでね、いっぱい前にアップされしてるからさ、ライブ配信ね。なんか混同してんのかもしんないな。ないよ、そうすりゃ、それだから、新一もそういう。嘘ってのは、それ、そっちは、そう見た感じじゃん。見た感じでしょ。そうでしょ。ルーターさんが見たときに、そう思えるように見てる、思ってるだけじゃん。じゃあ、あったあったどうぞ見てくださいね、それね。僕はどうせ見ないけど、僕わかんないけどさ。こちゃんねんとか、掲示板とかそういうの見ねえから、僕にはわかんねえや。見たんだね。みんなその見てる時間ないよね。余裕ないからね。見てる時間ない。もう半になっちゃったね。2本目飲もうか。もう半になっちゃった。じゃあ2本目で飲もう。この後町に戻るからさ、ね。そろそろね。じゃあ2本目。2本目にしてみようか。もう5チャンネルって言うんだよね。もう2チャンネルだから知ってるけどな。ね。訴えません。僕、名誉ないから、僕には名誉ないから訴えませんよ。名誉毀損はね、名誉のある人、僕にはないから訴えません。これ大事。大事よ。僕には名誉はありませんから、訴えませんよ。名誉がないんで、名誉も基本はないの。これは大丈夫、本当。だって、最初の機会があるからさ。今日は町に戻ろうと思うんで、この後。コウジさん、どうもね、2本目飲んでます。今日は、無理とオープンの頃ね。やっぱ帰るときは、やっぱ朝、街は楽だもん、ほんとね。早めのときはさ、夜勤に帰ったらまたその日に帰る方がいいよ、やっぱり。どうもね、ありがとう。ルータさん、どうもね。来るってやるか、来るの、向きとオープンね、札幌だからね、だいたい前にも言ったけどね、札幌で、ね、来るってあるんだよね、よくね。名誉ないから、名誉毀損もありえない。ある意味、名誉とか言ってると笑っちゃうよね。いや、人間の名誉って、くだらねえと思う。いろんな人けどさ、何なんだ、その名誉って。普通に考えたら人間に名誉なんかねえと思うんだけどな。悪くはないよ。名誉はないですから、名誉毀損もありえない。だいたい名誉とか言ってる人間ってさ、ストレスとか言ってる人間って被るかもしんねえな。もうストレスもないからね、僕はね。
そうね、黒いからね。じゃあ今日はこの辺でね。いつもよりも先がなく。最終日か。で、30、31。29日電話してみようかな。あれ、奥多摩七十一とか三条小屋で。もし予約取れたら、電卓してみよう。小仏山荘は予約になんか嬉しいよね。小仏山荘は、あれは嬉しい。山椒小屋とかもあそこね、奥多摩小屋があった頃は、ね、予約になかったんだけどね、なくなっちゃったからな、七十一もやっぱ。奥多摩小屋なくなった分さ、周りに分散する感じで、だから予約制になっちゃったみたいな、あそこね。そんな中で、山頂近くの奥多摩、雲取山荘ね。雲取山荘はまだ大丈夫、あれ予約いないからね。あそこは安心。雲取山荘で一泊、信濃小屋まで一泊。暑い人で山頂小屋電話して、テントが取れたら、あそこに一泊したい。謝罪は自分気持ちの問題よ、その人の。自分の気持ちの問題、謝罪は。謝罪は本人、謝罪する本人の気持ち次第、それだけ、意味なんて。馬鹿にはしてないでしょ、僕は。もう一回だよ。もう2本飲んでから行かないやん。これでおしまいで。今夜この辺で終わりね。ありがとうね。おやすみなさい。またね。じゃあ、ありがとうみんな。ルーダーさんどうもね。コレさんどうもね。サオリさんどうもね。おやすみなさいね。皆さん、イジさんもどうもね。おやすみなさい。まあ、電車あるからね。してたよ、どうもね、サブさんね。言ってましたよ、聞ける。それは本当に謝罪だからね。本当に謝罪を聞けることよ。じゃあ、失恋レッスンで終わろうか。もう自分で、ね、最後は失恋レッスンしてみたいと思います。悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を。優しく包む椅子もある。ぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる。そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる。好きな女に裏切られて、笑いを忘れたとお化粧が、すがる失恋レストラン。もうどけることもない、今は、ねえ、マスター。作ってやってよ、涙忘れるカクテル。悲しけりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。愛をなくした敵なしなどは、恋の魔術を使えない。だから失恋レストランなくした恋の吹き溜まり。歌を歌えぬこの俺でも、話し相手になれるならいいさ。失恋レストラン、君のそばにいてあげる。ずっとねえ、マスター、歌ってやってよ、痛みを癒すラプソディ。悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。みんな帰ったその後で、強がり言ってたこの俺は、一人失恋レストラン、まだ恋したこともないそうさ。ねえ、マスター、ラストオーダーは失恋までのフルコース。ねえ、マスター、ねえ、マスター、ねえ、マスター、早く。はい、今夜この辺でおやすみなさい。どうも。おやすみね。歌いろんな人来なくていいよ。おやすみね。またね。どうもね、おやすみなさいね。また明日ね。
じゃあ最後はこれで締めようかな。同級生の住んでたらもう締めてみようか。笑ってよ。君のために笑ってよ。僕のために僕たちは小さな船に悲しみという荷物を積んで時の流れを下って行く船人たちのようだね。君のその小さな手にはもちれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら僕はピエロになれるよ。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために、きっと誰もが同じ川のほとりを歩いている。僕らは別々の山をそれぞれの高さ目指して、息もつかずに登ってゆく山人たちのようだね。君のその小さな腕に支えきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら僕はピエロになろう。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために、いつか本当に笑いながら話せる日が来るから。笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために、笑ってよ君のために、笑ってよ僕のために。はい、今夜この辺で。